こんにちは、マサヤ6494です。今回はドラゴンクエストスーパーライトのボックス紹介とかちょくちょくやりたいかなと思います。どのタイミングで紹介とかそういうのすればいいかなと思いつつ、レベルをどんどん普通に上げていってしまいまして、モンスターの強化とかそういうのがあったので、ということで、レベル10単位ずつで紹介的なやつやろうかなとはちょっと思っております。で、中途半端な今レベル56なんですが、ここから刻んでいこうかなと思います。で、レベル50ということにしておいてください。ということで、見てみましょう。モンスターとりあえず、モンスターの魔法の地図か。まとめてお願いする。結構溜まってるんですね。まとめてお願いするです。そういうこと ?26 の。結構開けるから。で、こいつ帽子かぶってんの。レベル高いやつを解放しようか。なので、シート解除。10体とか。はい、そう。結構 B とかそういうのが仲間になってるので、どれが強いかまだ把握しきれてなくて、強いのあったら教えてくださいっていうのはありつつ、あとあれか、限界突破的なやつもあるんだよね、確か。スライム。今使ってるキャラの限界突破。なんで、キングスライムとかも入れこうか。あと育てられるらしいよね。牧場というか何かで。ちょっと気になるんだけど。モンスター入れすぎると、牧場を圧迫する的なやつがありそうなので、とりあえずこの辺にしておこうかな。で、あれか。牧場というか、とりあえず、モンスターグ使うじゃん。そうですか。預かるのとさ、牧場って何が違う？今2になったね。でですね、今、ランクがあるか。で、とりあえずボックスですね。パーティー的には一番、そっか、パーティーなんか、入手順、ランク、レベルで、そっか、どうするっか。とりあえず、ランクがかかりやすい。かな。ソードランクって今 SD が3体。で、ドレアム、ダークドレアムと、名前なんだっけ。オムドロレスは、ガチャ、無料ガチャで当てました、2体。で、最初のスライム。は、最初からいました。プレミアムスライム。で、この2体、真ん中と右、オムドさんとダークドリアムは、今パーティーで使っております。強いですね。ただ進化させない理由は、進化素材がちょっときついので、ダンジョンで手に入れるのが、相手が強すぎて殺されてしまいます。なので、自分が強くなって、できそうだなと思った時にやるか、卵論でゲットしてって、小さなメダルとか、今の魔法の地図とかで、で、進化させた方が、早いのかなっていう思いはちょっとあります。そんな感じで進化させたら、
SS なのかなみたいな感じです。で次ランク A ですね。ランク A がキングスライムはパーティーに入ってます。すごい使いやすい回復主な子です。 HP 高いし MP も高いで素早さ低いんですが、闘技場とかで素早さが遅くて最後に回復するとすごいよろしいので大好きですね。ペゴマラー持ってるし、あとザオリク持ってるけど、ザオリク基本的に使う時あんまないんだよね。あとはダークランサーも、パーティーに入ってますね。基本的にレギュラーも使いつつ、一体相手の相性が悪い時には超モロバ切りだと思ってた。今まで生きてて。で、次が、ウルトラ・キメイラですね。ラリフォーマが、どれぐらい効くか、定かではないんですけど、入れてますね。たまに使えます。相手が強いけれど、こっちの方が素早さが速い場合、ラリフォーマ使って相手眠らすと相手攻撃できないのでっていうので、結構案外使えるんじゃないかなと思います。ただ HP ちょっと416と低いので、結構すぐにお亡くなりになるパターンが多いんですけど、で、ベフォーマも持ってるけど、ベフォーマ使う機会がそんなんない。バギマを使いつつ、ラリフォーマ使いつつっていう感じで使っております。まあ、その5体ですね。今、パーティーとして使ってるのが。で、あとは、よくわかっていない。どれが強いのかとか。どれが強そうなんでしょうか。それはちょっと教えていただきたいんですが、ドラゴンクエストライバルズっていうので、この方知ってますね。あと、なんだっけ。ハスルダンスいいんじゃない?と、なんだっけ。ドラゴンクエスト8だ。で、出てくるんだよね。こいつも、あれだ。両方、出てくる。こいつ強くなるのかな?まあ、あれ、そうでもなかった気がするな、こいつ調べたけど。なんでこいつは、帽子をかぶってるんだ。みたいな感じですね。じゃあ、どれが強いかよくわかってない。いや、そんなでもなかったんだよね、確か。なんか、闘技場ガチャみたいので手に入れました。多分、これは、配布かな?確か。そんな感じです。で、闘技場はちなみに、今、階級が 5? で、この辺りにいます。で、なんで、ここの辺りかっていうと、ポイントが毎回35ポイントずつしか手に入らなくて、全然進んでないからです。早く7位、7位ったらどんな感じになるのかっていうのをちょっと見てみたいんだけど、っていう感じですね。で、クエストはそんな、てか全然進めてなくて、通常クエストか、全然初期段階のやつですね。何が何だか、多分、全然やってないです。はい。で、あとはちょっと個人的に小さなメダルとかちょっと見たいんだけれど、でも毎日ハグメタの鍵みたいのが配布されるのは結構いいよね。訓練場が空いてないんだよね。まだ多分クエスト進めると使えるようになるのかな。だからちょっと訓練場は見たいんだよね。小さなメダル139枚か。で、この卵系。何これ?知らん。この槍とかって誰が装備できるの?モンスター?それちょっと分かってなくて。
まあいいや。ワタボーポイント持ってなかったです。持ってない。てか何をワタボーポイントってっていう感じですね。ということで、そんな感じです。もう寒い。おぉ、なるほど。まあ、あとでガチャ引こうかな。はい、そんな感じで、モンスター紹介と、階級と、現状的な感じの動画でした。まあ、10レベルくらいの刻みでやっていこうかなと思います。ということで、よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。じゃあね。